I still remember your number. Can see those digits by heart. With that first dream. はい、どうも。こんにちは。スマッツアドダ家族です。今回は前回、はい、覚えてますか？このシンシェード。これね。これを取り付けしたんですけど、これがまあ9000円、まあ1万円買いぐらいかな、かかるのと、熱でまあ熱くなるとか、ずっと常用は嫌みたいな、人のためにもう一つ、ご紹介したいと思います、はい。まあ全然ブランドは別なんですけど、見えてますね。これね、よくあるもうこれが今主流になってるのかな、この感じのハイエースでも前紹介したんですけど、ハイエースの時よりちっちゃい、この丸がね、ちっちゃいな。で、ルイヤさんのサンシェードをちょっとご提供いただいたんで紹介したいと思います、はいはい。で、傘タイプとかやったら、車種によってギリギリとかここが傷つくとかあるね、このナビの上がね、とかまあ骨、骨っていうのは骨が折れやすい。3個ぐらい使ったんですけど、傘も昔な、どれもまあパッとくるやつがなかってこれになって、で新シェードになってっていう形なんです、だからこれもちょっとデリカで、デリカ以外にも、ほとんどの車種で多分あるみたいなんで、ルイさんすごいな、まあ、これが多分一番ベタ、もうよくあるあのワンタッチテントと一緒の構造ね、くるつなってな、ここも説明した人すごくない、これくるって巻いて、そうやね、ボインってならへんから、なるやろ、裏がこう、そういうことね、どっちがやるっけ、こいつやった銀が外ちゃん、銀が外、これが上に来るように、これがな、名前出てきて、ミラールームミラー、だから一回つけてみます。ちょっとね、開くときはねあれやけど、ボインってな、こうあれがうわ眩しい、あるからふいで、つけるでも簡単な、ちょんと奥まで行くもんな、これは、新シェードはちょっとな、奥まで行かれるもんな。で、あのデリカに限らず、まあ、アルファードとかさ、あの奥行きが長いから、長いな、どうしても傘やったらこうならない、あ、全部気づきそう、覆えない、これやったら全部覆えます、すごいよな、ここもちょっとこうやってやったらな、これで車中泊寝れる、寝れたもんな、車中泊ってなったらこういうタイプを使ってたな、すごいよな、もう真っ暗やもん、めっちゃで、僕らはこれシンシェードつけてるから、あの固定されてるんですけど、本来はこれでこうね、あ、落ちてけ、サンバイザーで挟むっていうのが主流、あ、そうなんや、うん、全然いいので、価格が3000円ぐらいやったかな、いいな、でコスパ的にも全然いいと思います、あとあのなんていうかな、作りが専用設計っていうのもあるのと、なちょっと待って、後ろなんか寝癖寝癖ってる、セットどっち、急いでるんでちょっと、はい、すみません、ね、この時間に撮ろうっていうことでさっと、ほんまに寝癖ある、多分セットしてないの、目つぶしてで、この縫い目を見たら分かるんですけど、もう均等に、あのバラがないというか、どっかだけ穴開いてるとか、結構ね、外国製の製品使う時って現状の何物はどうなのとか、安かろう悪かろうみたいな、で蛇腹のやつあれ昔流行ってた、ポリポリポリ、あれ上だ2000円ぐらいするやつ、あれほんま邪魔やもん、で大きい長さあるとか考えると、まあ、この高クオリティ、一応あの開ける前に僕全部見たんで、この点々縫い目の部分も全部綺麗になってました、どっかだけ開いてるとかちょっと一個ずれてるとか、そういうあれもなかったです、いいよな、で切ったり、だから、まあ、僕たちの使い方でいうと、普段のコンビニとか着いた時はこれ、
でどっか、長居するとき、ちょっと思いっきり視線遮りたいとか、車中泊とか、まあ、そういうときはこういうのを使っていきたいと思ってます。着替えるときとかもね。そうやな。絶対見えるもんな。うん。もう奥までしっかり。で外から見てみましょう。外はこんな感じです。もうよく見るパターンのやつですね。ただ全部に覆われてるんで綺麗になってますと。じゃあ、次はこれを直してみたいと思います。はい、お願いします。では取って、布でしょ、どっちでもいいやんな、半分、うん、あ、そうちゃう、中がだって厚なるやん、ちょっと。で、端と端持って踏めんだな。失敗です。端と端を持ってこれ、反対、うん、反対手もある。あの賢いことにこの子が覚えてるからな。あ、そう、形状記憶みたいなのな、勝手に丸になってくれる、うん、でもこれにぶち込むと至って簡単です、うん、あのこれのやり方がわからん、難しいって前のハイエースの時にかな、うん、結構もらったんですけど、こう持ってこうこう、なんかもうイメージこれやったら、あ、こっちですよって教えてくれるな。あ、そうそう、勝手にこの子が動いてくれる、うん、の入っちゃ怖いかな、はい、でこうなったら、まあ、ちょっとここパンパンなんですけど、ここでもいけますし、後ろにポンと置いとくだけでもいけるし、うん、この間でもいけるよ、うん、コーヒーこの中は無理やな、そこは無理ね、これぐらい、僕の顔で言うとこれぐらい、うん、一緒ぐらいな、顔でかいんで、うん、ちっちゃく見えると思う。誰が顔でかい俺がいいこと。はい、こんな感じかな、うん、タイヤぐらい、あ、違う、ハンドルぐらい、ほんまや、no. ハンドルとちょうどです、あの分かりやすいのが、はい、うん、ほんまに、no. こうやりながら運転してもいいし。危ない。はい、ってな感じかな、はい、だからもう夏も始まりますし、うん、それまでにちょっと悩んでるとか、蛇腹、うん、ちょうどしたやつがないとか、うんうん、ちょっと今のにあれとかやったら、これちょっと選択肢に入れてみるのもあり、うんうんうん、やと思います。はい、ルイヤさんね、ルイヤさん、はい、で、デリカに限らずハイエースでも他の車種、車種車種車種、うん、いっぱいあるんで、はい、ぜひちょっと見てみてください。詳細は概要欄に貼っているんで、それいつも俺が言ってる。分からなければ、ね、はい、覗いてみてください。はい、以上です。はい、ちょっと今回ご紹介でしたが、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。お願いします。